あの、講演会始まる前に、日本において、MeToo運動を、今全世界でやってるんですけど、この講演始まる前に、ここで一つパワー借りて、MeToo運動っていうことを、一つ皆さん紹介しておきたいということなので、講演会の前に、 それを一度ちょっと少し時間を協力いただければと思います。すみませんがよろしくお願いいたします。もう入って今8ヶ月になります。まだ入れることはわからない。私はウイグル。 サラム。こんにちは。私はエルキスリクと申します。アメリカのロサンゼルスから来ました。今手に持っている写真なんですけど、私友達で名前はドルムラトルソン。 Burdostum yapmaya gittiler. Osaka Dengiz Kışın'dan aklı ve master modeli Kaytkan Çingan'da. この友達は日本で留学したこともありまして、日本で大阪の大学で、電気通信大学で修士課程を終えてから帰国してました。 Anlı Hizmeti, Çingan Dağışı, Information, エレクトロドテクニックスインスティテュートの学部の場所を。最後に勤めたのが、新規大学の情報通信学科の学院長を務めました。去年の2月に失踪しました。その時、あやで、ロイキサロ それを受けて、それだけで奥さんが、うつ病になりました。その3ヶ月後に、この友達の居場所が分かったんですが、で、結果として死刑判決が言い渡されたことが分かりました。引き続き引き取る。 2年猶予付きの死刑判決でした。もしんだマジスタルなプラドクトルウイワンバーやけ、ウイグル人民的な、もしあやこさがないて、ゾーネットにちかざむがん、ウイグル人民的な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 、ウイ
り、人たちは350人を超えています。著名な人だけで、分かっているだけで350人を超えています。もう、中国国の国民の国民の旗、もう、インサーバー主人の人間、ブランネ、プロデューシングだったので、中国がやっているこの、著名な知識上、こうやって失踪させる、行為は、人類に対する犯罪行為であり、もうやめるよう求めます。ありがとうございました。ありがとうございます。私も日本で2年間勉強したのです。1988年の前に
ですから今日本語だいぶ忘れてしまいました。ごめんなさい。次私も最初も言ったんですけども、こちらうちの妻の弟、これが去年の2017年10月日本に来たの。6月5ぐらいに2017年5月来たの。2017年11月帰ったの。病気で、病気に出て目が病気なので、それ書いて半年後ぐらいに最強で完封劇で入れちゃったんです。こちらの子自分だけ働いて3人子供がいるの。上の子まだ8歳なんです。下の子まだ1歳ぐらいかな。奥さんも仕事がない。それで今私たち全部連絡してます。今分かることは、奥さんはうちで毎日心配だけ、連絡全然ないです。皆さん助けて、ウイグルの状況は大変です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は集まってありがとうございます。こちらで私が話したいことは、本当のことですけれども、自分の話をちょっとお伺いしたいと思います。日本語で訳しました。ペアトルゴネミナーチョンアカコガプチテミナーエイテナー。今手に持ってる写真の右側の男性が私の、お兄さんです。で左側の、手に持ってる女性が、そのお兄さんの、奥さんです。Я послал очень много людей, но там вот в Тихотен студии. В Римскотен, Тихотен, Алгада, Тухану, Алтайда, Кикабирес, Мерфик, Тухан, Тихотен, Денкин, но он говорит, вы взгляд, в основном, это же есть Мерфида, включая Тухан, Тихотен, Тихотен, Тухан, 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 Тухан. お兄さんは他のケースと若干違ってまして、今2回、2度にわたって収容所に入れられています。最初に入れられて一度は出てきたんですけれども、でその後3ヶ月経った後に、お前はまだ国が定めた基準を満たしてないというふうに言って、2度目また収容所に連れられたんですが、それに連れて一切情報がない。年度も受け入れ途中で特殊して職業者が本気が途中で途中で早やつも含まれています。で奥さんの方も去年7月に、突然頭に黒い袋がかぶせられた状態で連れて行かれて、それっきりで死んでるか生きてるかすら分からない、一切の情報が分からないという状況です。私持ってるこれはもう全部私の親戚です。兄弟です。みんな及ぶの有名人です。みんなこの中にさっきも有田さんが言ったように350名が添えられたということは事実なんですけど、その中に私たち知っているのは何人かは死刑判決とか死刑猶予付きでね、それから無期懲役何人かは知っていますけども、他の人々らは刑務所にいるのかキャンプの中に入れてしまったのか一切分かりません。これが、今のウイグルの現状です。後の講演会でもお二人の方からいろいろお話もあるんで、そちらにまたゆっくりと話を聞きましょう。今日講演会は少し通訳が入るものなので少し時間長くなる可能性があるんで、最後までお付き合い、ほどよろしくお願いいたします。皆さん本当にありがとうございました。私の名前はイスマイルです。私の名前はイスマイルです。
私は、何と言ったの、教育権もあります。2016年10月に日本に留学しています。私が2016年10月に日本に持ちましたけれども、その時、もうすでに現地では収容所が存在していました。現にその時は私の、友達、どうぞ。私の小さい時からの友達が収容所で働いていました。当時、小さな町なんですけど、彼が生まれたのが。でそこから、800人が、そうです、2016年ですけど、1年間で800人が収容所に入れられたという情報が聞いています。Bu söz aşırı şu Naim'inki hakimi Abdülkadir Molunyaz. Çayan Aysin'i yüklük eden hakim Abdülkadir Molunyaz. Naim Yığınaşkan'da ve Brihilçi'de Kertun Aysin'in 800 adamını kovaldı. Bu adam 2000 adamın bir ailesiyle münasverdi. 20.000 adamıya bunda, 2000 adamı bir vasit münasverdi. 20.000 adamıya vasit münasverdi. Yani bunu aşırız. Anlayan hem terbiyle bu adam. Hem adamı kovaldı. 当時のその町の長が、行政のトップが会議で、話した内容なんですけれども、要はもう1年間の間で、800人を逮捕して、その800人が、2000人と直接的に関わりがあって、で2万人と間接的に関わりがある人たちですというふうに、堂々と言っていました。私は12家族です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 。私は12人のうち2人のお兄さんが収容所にいられているということは、私は日本にいるときに他のメディアの記事で知りました。Ben yakın yakın çıkan gün üyeliklerde hükümetin balamda alak kurma diyen bir yok düştü. Şunlar nerede iş gibi olan dedi, üyeliklerden alak yok. Kim nerede iş kanı kaldırdı. Kazoku'nun bu sonu altı, Kazoku'nun bu Gaykoku'nun bu konu bu Zemek Torna diyor, hatırlıkma kakattı. Ve sürekli de bu konu yedikten Kazoku'nun istediği bir kontrol edildi. Şimdi Mahkajitler dilerim, cezalarımı bilende bir kız gittim. Mininki çomakam oturmak alimler tutuyor oturmakların okutucusu yanda Şahit Abdüsselam Nurbek müşk Uygur şehriyetinde hazırlıklar mağru közü görülen bunu dinki agam dinki müşk Japonya'da mukaddes fanın Uygurların kitabını tersine kurdu. Şu kitabını agam üzeretliyen Kıtay ismi vetende agam bastuğan hem de agamın eserleri var. Belkin Ahmet Can'ın okutucusu mu? Şu akşam demek bunu hiç kanda terbiyeleşmek için söylüyorum. Çünkü bu kadar, bu yüzden de 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 bu yüzden de詩集が実際日本語にも訳されています。で、そういう人を今から教育してますというのはバカげてます。キチカカン、オヌルスクトゥゲンディシュ、オヌルスタキャッパーガン。で、もう一人のお兄さんは大学の先生でした。オヌクも、ユズミディ・イパーデシパルスクで、シュクスミド、シュトン・パルスクキタバー、アブシュクマン・ギネミンディシュクスタフェイスカリアン、モカディムスバー。Bunun dinkin 109 parça kitap nesil kalan, 300 parçadan makale şiirlerini ilan kalan, bunu naiti televizyon stansındaki tehri, bunu onun işkandakları takip takipleşmeyi yapıyor. その兄さんも大学で先生やってましたし、あと実際彼が出版した本が10冊以上ありますと。で、あと300個超える文章をいろんなメディアで発表しています。で、あと彼はラジオ局の編集員でもありましたし、
で、こういう人に今からあの職業を教えますというのは分かれています。Şu an ana hatırladığımın şu yöntemdeki Necmi Milyon Adana Amerika Tradisi Münikide Uçuş şu an biz Japon ülkede Japon halkıda hem de bütün dünya halkıda şu bu konusunda kömüldür işini ve imkan olsa mesela pol işini ümit tutmaz. Ve saygı bir soru var. ではあのまあ、私たちにはウイグル人全員が私と同じような、今状況にほぼ似たような状況に置かれている現実でありまして、で私たちが世界中、とりわけ日本の皆さんに訴えたいのが、まあ、日本の政府情勢、国民の皆さんに訴えたいのは、これをあのひどいことをやめるようあの圧力をかけて、それと同時に、まあ、私たちのこの活動を、応援していただきたい。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。2017年8月以降、一切の連絡も取れていないので。私は、でお父さんは、あの著名人でも何でもなく、一般の市民だったんですけれども、ただ、お父さんは私にこの現地でウイグル語を教える、ウイグル語の学校を作ってあげたことがありました。で、お母さんに一つの、薬局を、開いてあげてました。で、そこでは4人が働いていました。で、弟には一つの牧場を作ったりしてまして、でそこには3人が働いていました。こちらはお父さんの、妹になります。で、高校の先生なんですけれども、2017年9月に、収容に入れられていました。でそのさらに上のお姉さんが、2017年、4月に、収容所に入れられています。で、もう一人ここ。ここに映ってないんですけど、もう一人いとこの子がいまして、で20歳のいとこが2018年1月に、収容されています。でそれ以外で、私が現地で学校 の先生をやってましたので、でその私がの教え子の中でですね、トルコとか、まあ、いろんな国に送ってた、教え子が、分かってる範囲で10人が収容所に入れられています。で16歳の子供たちばかりでした。で、家族と一切連絡取れないまま今2年経っています。で私はこの家族が全てが生きていることは信じています。でいつか生きて会えることを信じて、過ごしています。ありがとうございます。
じゃあ皆さんありがとうございました。よろしくお願いします。